どうもポルタローでーす。はい、毎度どうもポルタローなんでございますが、今日はですね、ドッグランでジャックラッセルのイベントがあるということでやってまいりました。こちらは新車のポルシェでございます。そしてですね、今回のイベントというのは、ランちゃんのママさんがお仕事しているところにドッグランがあるということで、そこで一回ジャックラッセルのイベント開いてみたいなというお試しイベントです。だからね、お友達にお誘いをかけまして、ちょっと小規模でやってみようかなというイベントなんでございます。大阪の茨城市にあるファームフィールドというところにあるらしいんですが、早速行ってみましょう。はい、到着でございます。やっぱりもう始まっとるかな、これ出遅れとんで早せなあかんわ。いや、看板も大事やけどね、こういうの紹介せなあかんのは分かってるけども、早いかんとやな、遅れてるからもう終わってまうで。よっしゃー、行くで行くで行くで、ほらー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 、よいしょー、行くで行くで。とりあえずはね、一旦走り回らんと、まずはこっからやで。ほんで走り回りつつ、なんか気になったことがあればちょっと挨拶してみたり、こんにちはポルタローですとか言いながら、衝動を抑えきられへんから、とりあえずもう一回走ろう。出ましたね、こちらマイロ君を捕まえて撫で回している兄貴ですね。ご満悦の表情です。マイロ君にとってはこんな迷惑な話ないですけどね。見てください、このマイロ君の左手、もうやめて言うとるがな。続いてこちらは主催者のランちゃんですね。ランちゃんも例のごとく兄貴に捕まって撫で回されております。今日はありがとうね、ランちゃん。あれ、いやいや、兄貴そういうつもりで来たんちゃうのよ。いや、やめてやめてやめて、僕はそんなことしていらんから。いや、話して言うてんのよ、もうやめて。そしてお嬢さんはですね、みんなにおやつを配り始めまして、大人気になっております。見てください、このドロドロのズボンを。前日雨が降ったせいで地面がちょっと濡れてましたので、みんな足ドロドロでございますから、こうなりますよね。そしてお嬢さんの人気にあやかって、集まってきたみんなを順番に撫で回す兄貴でございます。捕まっているのはバイク犬の麦ちゃんでございますね。そして立て続けに次の餌食になったのはエイト君でございます。ほんまに誰彼構わず撫で回して、迷惑な兄貴でございますね。しまいには自分でおやつを持って罠を仕掛ける始末。餌食になっているのは福ちゃんですね。ほんまに誰でも大体大好きの兄貴ですからね。別荘というものを知らないんですね。本当に広いドッグランでね、みんながいろんなスタイルで楽しんでいるイベントでございましたね。前日にちょっと雨が降ったのでぬかるんでいましたが、時間が経って晴れ間が出てきて、ちょっと乾いてくればこんなこともできるドッグランでございます。そして本日のメインイベント、みんなで競争しようじゃないかのコーナーでございますね。まずは女の子部門です。どうぞー。第1位は右端のこの子、ベイリーちゃんでございました。いやー、さすがみんなジャックラッセルですね。そして続いて男の子部門でございます。3月の埼玉のイベントでは 50m スプリントに参加しますからね、ここで結果を出したいと思います。どうでしょうか、どうですか、僕いますか。あ、バレだ、やばいやばい、こういう感じになってしまいました。いや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 、ポルタローさんどうしたんですかって言われてもね、ちょっと聞いてほしいんですけど、やる気はあったんですけど、ちょっとした手違いで、ちょっと別アングルで見てもらえますかね。よっしゃ、行くで。 50m スプリントにエントリーしてる僕ですから。あれ始まってた。あれ、用意どん言うた、意気込みを語ってたらね、急にもう始まってたんですよね。ほんで気づいたら終わってたという。
と遊んでから帰ろっか。あ、最後まで見てくれた？ほんで、いいねボタンも押してくれて、チャンネル登録もしてくれんの？それはめちゃくちゃ嬉しいやん。みんなどうもありがとう。ほな、またねー。